日本鹿児島県薩摩仙台市天達町川内川、天達町は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩郡平助号天達村、薩摩郡平助、村大技天達、薩摩郡川内町大技天達、川内市、天達町。郵便番号は895-0011。人口は1447人、世帯数は649世帯。 川内平野の東部、川内川の下流域に位置している。阿佐駅の北方には、白浜町、南方には、平助町、田崎町、栄里町、西方には、川内川を挟み東大工事町、中郷町、東方には、楠本町、中村町がそれぞれ接している。西部には、川内川が流れ、東部には上戸古山地が、南北に連なっている。上戸小山は、 寺山とも呼ばれ、頂上付近には、寺山湖の広場、仙台宇宙館、薩摩仙台市立少年自然の家寺山地などの教育施設が営利町と天達町の境界上に一致している。また、上戸湖山地の再六には二十地が多くあり、その付近に、皿山、棒の下、山道、碇山の集落が散在し、川内川沿いには天達馬城の集落がある。 川内川に沿って、鹿児島県道394号山崎、川内線が南北に通っている。また、県道394号に沿って、日本国有鉄道宮野城線が通っていたが、1987年に廃止され、線路跡の大部分が県道394号に転用されている。麻生駅内の教育施設は、中央部に、 学校法人鹿児島純真女子学園が設置している、鹿児島純真女子大学がある。天達町の小技は、天心という地名は、室町機より見え、薩摩国薩摩軍のうちであった。大永十四年の島津忠友から漢学さん、諸言言への寄信状には、薩摩軍内天心谷口三男児とあり、大永十七年には、島津癖より、野賀郷漢王子への宛て替状には、 薩摩の国三毛院政方の内つ伝五朝、薩摩軍の内転達別分のこととある。王英年間には、地内にあった怒り山城を、曹州家島付が拠点としていたが、曹州家島付が滅亡したことにより、以後は、イリキイン氏の支配下に入ったとされる。その後イレイライン氏は、島津氏と戦火を交えたが、イリキイン氏が敗れたことにより、イリキイン氏は、転達の地を、 島津市に献上したが、その後入れ来委員市に当地を、再び所領を安堵した。しかし、イリキイン・重ゲに、野心の見分があったため、重豊は、野心がないことを誓い、新職より外に読んだ明確、森猿公山田、天達、田崎、頼田リタ、ゼ4カ所配領公皆新城の湯と申し入れ、天達の地は、島津資領となった江戸期には、 薩摩郡平助里のうちであり、村高は、御ひ門雑州及び、天保郷町では、北郷総治郎分量として737国余り、急校給料では672国余りであったと、ある。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、平田宿郷の区域より平助村が設置され、江戸期の天津村は、平助村の大技、天津となった。 1929年には、平助村が熊野城村、東水引村と合併し、川内町となったのに伴い川内町の大技、天津となった。1940年には、川内、2004年には、川内市が八町村と合併したのに伴い、薩摩仙台市の大技、天達町となった。地内の天、達原や小原からは、縄文時代の頃からのものと見られる。 土器片、陶器などが発見されている。江戸期頃に、比前の有田より、陶工数名を招き、陶地に窯を開いた。この辺りの窯で焼かれた焼き物は、平田すく焼きとも、皿山焼きとも呼ばれた。陶地を冷めていた北郷氏も焼き物を保護奨励し、江戸末期頃には、窯元が八つあり、この頃が最も栄えており、製品は、琉球方面に多く出荷されていたが、 明治初期に行われた廃藩治験によって北郷氏による保護が途絶え、その後は衰退の位置図をたどったとされる。公共教育自社私立小中学校の学区は以下の通りである。剣道、ありがとうございます。